はい、どうも、妖怪ちぷにぷに、今回もやっていきます。7日目。はい、今回はね、ガシャ回していきましょう。7日目ですね。結構サボっていて、ちょっと土日にね、まとめてやりたいと思ってるんですけど、もう Y ポイントもね、あんなにあったのになくなってきちゃいましたね。まあでもジバニャンがあと4つって感じかな。はい、そして今回ね、カルラが追加されましたね。吹雪姫と誰だっけ、ウィスパーはまた別なのかな。ただこのカルラがすごい超特攻ですね。Y ポイントで回す汎用の滅竜志賀者にランク Z の滅竜隊カルラ登場、出現率も超アップということで、必殺技中央の妖怪プニを消し、ボーナス玉パターン。ボーナス玉どんぐらいでっかいんだろうな。うん、スキルは必殺技を使った後に技ゲージが少し残るパターン。まあ特に、特に欲しいっていうわけでもないね。ただ特攻がすごい。このカルラは四国州ダンドリーと支流に対してのダメージアップ&ダメージダウンということでね、4月19日からのスコアタックで大活躍の特殊能力を持ってるということで、まあイベント的には引かないといけないって感じで、24日まで、22、23、24、まあちょうどいいね。これもこれ一体やったらもうこのイベント完璧よみたいな、そんな妖怪ですね。なので確定ウィスパーが出たらもうリュータとダンドリー 0.1% だからね、もう周遊かカルラどっちかゲットできたようなもんですね。はい、というわけで回していきましょう。一応この特攻具合ももうすごいね。これいたらもうシリューゲットできちゃうのかな。活躍度中、ダメージ中でダメージダウンもあって、あ、でもフィーバー吸収か、フィーバー吸収あんだな。今回も最近の流行りですね、フィーバー吸収ね。そしてダンドリーにもね、活躍度ダメージアップも活躍度大、ダメージダウンもあるということで、はい、すごいね。一体で二度おいしい。あれ、しかもワイポイントアップもあるじゃん、すごいじゃん。完璧キャラですね、完璧超人ですね、このイベントの。すごいね、ワイポイントアップもあんの。すごいね。まあといってもあんま周回しねえから関係ないんだけどね。はい、でキャトリーヌがね、ちょうど横取りチャンスアップ、チャンスアップタイムの発生率アップになってますね。はい、キャトリーヌ編成しなくても持っていれば、いいということで、キャトリーヌ持ってるアカウントどっかにあったね。はい、やっていきましょう。キャトリーヌ2アカウントぐらい持ってなかったっけ。いや、持ってないか。2番目のアカウント持ってたかな。メインアカウントね、 ZZ がね、もう少しで獅子16体ですね。今んとこまだ15体だけど、サバーカに負けてるメインアカウントね。あ、持ってないね。はい、ごめんなさい。回していきましょう。まあ10連だけですね。はい、3アカウントあるんで、ただ30連回したいと思います。結局なんか他のアカウントも Y ポイントなし崩しに使っちゃったな。オロチシューでいっぱい回しちゃったけどな、このアカウントはね。次はもうラストチャンスの前の復刻、今回あんの、まあ、復刻はないか。さあ頑張れ、ウィスパーどっかで来てほしいな。どっちか外すともうメインアカウントで来てほしいな。あー、来なかった。金でもチャンスはまだある。なんかでも赤と黄色で、最近はこれでもサブアカで出たら困るっちゃ困るけどな。まあでもちょっと土日で頑張る予定だけどね。よし、行くぜ。止まれよ。うい、残念。自力で頑張るわ、メインアカウントだからね。はい、じゃあ2番目のアカウント行きましょう。まあでもすごいね、ワイプアップもすごいな。ワイプアップここでは書いてないしね。はい、じゃあ2番目のアカウント行きましょう。はい、これ2番目のアカウントで、
はい、まだね1ミリも周回してないですね。ワイポイントがもうなくなってきちゃいましたね、残念。ただね、ガシャはまあまあいいんですよね。3体も特攻が出てくれてるんで、キャトリーヌいるんでね、はい、ちょっとキャトリーヌいるから周回頑張ろうかなと今更思いますけどね。あ、そうだ、ミッションであれだよね、お祭りコインが最終日だな、これやっとかないとね。はい、じゃあ回しましょう。ただこの1個も周回してないやつって結構チャンスなんですよ。でもなんとなくゴールデンウィークがねあるから、あのワイポイント配布ってまたあるんじゃないかな、来月もね。8000とか9000もらったってもうすぐなくなっちゃうし、大して変わんないよね。あー来ちゃった、やっぱ周回してないと強いんですよ。なんかね、周回しないと。どっちですかね、できたら周の方が欲しい、頼む。さあどっち。いやー、カルラゲットという感じで、なんかね、この2番目のアカウントって本当にガシャ運がいいんですよ。何なんですかね、この周回しないで、あのでも周回しないとは基本あんまワイポイントないじゃないですか。だけどそのワイポイント配布とかがやっぱ昔は結構あったんで、月に1回はね、うん、なんかそんな感じ、周回なしでガシャ引くとね結構出るのよ。ポン、おお、これなんだっけ、星影オロチか。あ、今回転生も復刻してんだな。お、誰だろう。おお、エルドラゴン、秘宝妖怪エンブレム持ってるよ、エルドラゴンの秘宝妖怪エンブレム。まあじゃあガラクタとなってしまいましたがね。はい、じゃあちょっと最後にね、見ましょうかね。じゃあちょっと3番目のアカウントいきましょう。はい、これ3番目のアカウントで、あ、そうだな、3番目のアカウント引かなくてもいいかな。3番目のアカウントはスキル、まあまあ1個しか周回してないですね。あのガッツ系だけ倒しました。ワイポイントもあんまないので、このアカウントはスルーしようかなと思います。まあ一応段取りがいるんでね、横取りはそこそこ頑張りたいんですが、確かにね、ワイポイントもったいないので、ちょっとここはスルーしましょう。はい、そんな感じでやっていきましょう。特にゲットしてもね、あのクリアできるとはあんまり思えないので、うん、スルーにしたいと思います。はい、じゃあちょっと2番目のアカウント戻りましょう。ラストチャンスでね、また引きたいと思いますし、このアカウントも土日ちょろっと頑張ってね、できたらしばらくまで行きたいかなと思います。スキルね、1番目でゲットできるのはいいね。はい、このサブアカはね、一応補給イベントにしたいなと思ってますね。はい、じゃあ2番目のアカウント戻りましょう。はい、そしたら2番目のアカウント戻ってきましたんで見ていきましょう。一応ね、はい、まあよく見せるんですけどね、 ZZ ランクはなんとね、メインアカウントより多いというね。なんかね、今回のイベントでも特攻4体引いてる通り、なんかね、ほんと周回しないでワイポイントアップもすげえな。ボーナス玉4つ、あー、あれと一緒か、 T ダインとかと一緒か、ブルームーンと G 技もあるんだね。このイベントクリア、必殺でも使えんのかな。はい、という感じでちょっとね、 G 技もったいないけどあげちゃうか、ちょっと迷うね。うん、神必殺あるけど必殺の秘伝書がないっていう、なんかもう最近のあるあるですよね。はい、という感じで、ほんとね、周回しないでガシャ引くとほんとね、うん、今までまあまあ、たまたま
とも思うんですが、結構あれだったんですよね。キャトリーヌが今、うん、横取りチャンスなんで、ちょっとこのアカウント頑張ろうかなっていう感じで、まあ私はねこうやって3アカウントでね、まあメインアカウントはね結構強いので、特攻なしでもそれなりに頑張って、サブアカはね特攻が出たらまあまあ頑張るっていうね、なんかそんな楽しみ方をしてるんですが、オロチ率いる滅竜2番隊の参謀を務めるカルラ、いつも完璧な作戦を提案するが、その度に隊員たちが暴れ回り、なかなか計画通りに進まない。よくわかんないね。うん、まあ Y ポイントアップだからいいね。そしてゴーウィンがいるんだよね、サボり。あ、ウィーバーゲージ溜まりやすいんだ。力を与えられた支流の使い魔、四国州の一人ゴーウィン、得意げに指示を出して皆をまとめているが、口を開くたびにくだらないダジャレも飛び出す。ゴーウィンってそういうタイプだったっけ。そして里羽根龍太、これなんて読むんだろうな。これはねあれですね、技ゲージアップするのもいいよね。友人島で生まれ育った幼き少年、天才滅竜士のオロチ衆を兄のようにしたい。彼を目指して日々剣術に励むが、いつもタランと鼻水を垂らしてしまうと。これ龍君ですね、龍君ですね、龍君の転生ですか。鼻水といえば龍君じゃないですか。でキャトリーヌはね、力を与えられ使い魔となったと。四国州のキャトリーヌ、ゴーウィンの妻であり右腕、支流に従いつつも家族全員が使い魔にされたことを恨んでいるということでね。はい、じゃあちょっとやって一回だけ使いましょうか。もうちょっと進めていき、いっちゃいましょう。はい、じゃあ行きましょう。まあでもね、どうなんでしょう。まあ私的にはもう1アカウントでもねクリアできれば万々歳かなっていう風に楽しんでますね。プニプニはもう無課金ちゃんで。カツケイが最近ね、前までは蝶のステージにいたんだけど、最近は1番に出てきますね。うん、まあ、このリュウ君とさっさと打ちたいな。リュウ君とこのカルラがいれば、とりあえずダンドリーね、周回技レベル2とかでも楽に周回できるよねきっとね。そしてカトリーヌとゴーウィンがいれば横取りでねやって、それでしばらくをゲットすればいけんじゃねえのって、どうなんでしょうね。さあフィーバー行きたいな、倒さないようにフィーバー行きたい。鼻水垂らしてたらもうリュウ君の生まれ変わりですね。別ね、おフィーバー行きました。さあじゃあゴーウィンってどんな技。あ、カトリーヌが、キャトリーヌが2つ攻撃力アップだからどんどん使ってくる。ちょっと G 技使いたかったな、カルラ G 技使いたかったけど、まあいいや。これで、あ、やっぱ4個だ。あ、終わっちゃった。はい、そんな感じで。まあちょっとキャトリーヌいるんでね、ドラゴンウォッチも結構チャンスかなということで、ちょっと横取りチケットがね、どんぐらいあるのかっていうのがあるんですよ、ボディゲット。はい。ちょっとこのアカウントね、頑張ってラストチャンスでオロチシューゲットできたらいいなって感じで、うん。さあこのアカウントもこれからちょっと頑張ってやっていきたいと思います。横取りチャンスタイムが出やすいっていう感じですかね。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。皆さんどうだったですかね、よろしければコメントなどで教えてください。土日で私はちょっとね頑張ろうかなと思ってます。はい、じゃあすいません、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、チケットがどんぐらい無課金でもらえるのかしら、ちょっとねチケット待ちってところもあったんだよね。11日目でねチケットもらえるんでね。ただ789までガシャがあって、10、11、12でもう一回ね会ってラストチャンスがあるから、次は何だろうね。うん、ちょっとはい、また次のガシャ
まあちょっと多分 Y ポイントなくて引けないと思うんですけど楽しんでいければと思います。こんだけ特攻オルチシューがなくてもこんだけ特攻があればクリアできるといいなーという感じがするけど、技レベルがいかんせね低いので、なんかほんと神必殺余っちゃうよね。使う技レベル6まで上がんないからな。なんかどっかで別のに使おうかな。クリスタルソードも持ってんだよな。はい、ごめんなさい。それではまたお会いしましょう。さようなら、バイバイ。 G はね、まあちょっとダンドリーとかシリュと戦ってから使うかな。うん、はい、またお会いしましょう。バイバイ。